どうもこんにちは、林です。今日はですね、11月に出版される予定の本の紹介をしたいと思います。まだ本ができていないんですけれども、これが本の表紙のデザインなんですけれども、渡辺照子の放浪記、こういうタイトルで、同時代社という出版社から11月1日に発売になります。渡辺照子さんはですね、5年間のホームレスの経験があって、その間に、そのホームレス状態で2人の子供を産み、その後ですね、夫が失踪してシングルマザーの道を歩んで、いろんなアルバイト、印刷所であるとかスーパーのパートとかですね、保育園の調理室とか、そういったところで職を転々としてきて、ずっと、苦労して子供2人を育ててきた人です。そういう人が、どういう意味を持つのか、この今の日本にですね、どういう意味を持つのかっていうことを書いた本なんです。きっかけはですね、概要欄のところに、示しておきますけれども、この8月にですね、この渡辺照子さんを呼んで、メンタリスト DAIGO さんによる差別発言について考えるという、講演会を催しました。彼女自身が5年間のホームレスという経験をしているので、この問題を考えるには適切な人物ではないかと思って依頼をしたわけです。でそれを見た編集者がですね、これを本にできないかということを先月なんですけれども、急に連絡をしてきたので、急ピッチで、緊急出版の運びとなりました。ただ今日は今10月の、18日に月曜日ですけれども、今日は、ちょうど2週間後のですね、11月1日月曜日に、この本が発売になります。まだ発売されてないというか、本自体がまだできてないんですけれども、予約注文できますので、興味のある方はぜひどうぞという、ご案内です。